久保さん僕の髪の毛ギリギリですね。はいで今回は、えーと、先入観を逆手に取って稼ぐ方法にしましょうか。先入観を逆手に取って稼ぐ方法。まあ、あの久保さんがねセミナーの話してましたけども、あのこれね、0人セミナーでも1回やりました、2回やりました、3回やりました、4回やりました、5回やりました。じゃあ、0人セミナーを 300回やったとしたならば、どうですかね。セールスレターに301回目セミナー。この人300回もやってんのセミナーみたいな。どうですか実績がありません。経験がありません。実績作れるでしょ ?0 人セミナーでも。300回やったら301回目っていうね。どうですか実績。300回やったっていうセミナーの実績作れるじゃないですか。300回もやれば経験もつきますよね。自信もつきますよね。 じゃそれを武器にセミナー売れるじゃないですか。セミナー集客できるじゃないですか。どう、どうすかね。そんなにやってんのみたいな。まあ僕はまあすみません、映像販売してますけども、あのまあ映像販売も一つの方法なんだけども、まあその、結局そのセミナーってすごいいいところが、セミナーイコールどういう先入観があるのかっていうと、あの、0人セミナーっていうのは誰も想定してないんですよ。もう一度言いますね。セミナーやりましたっていう、 その言葉に対しての先入観は、あ、セミナーイコール、セミナーイコール、なんか先生なんだ、セミナーイコール何人かの前でセミナーやってるんだっていう先入観があるんですよ。だからその先入観を逆手に取るってことですね。そう、単純に。え誰が決めたんですかと。セミナーは10人、10人集客するとセミナーっていうのか、5人だとセミナーって言えるのか、100人だとセミナーって言えるのか、セミナーっていうのはだ、その、うん 誰が決めてるんですかと。<laughs> ゼロ人でもセミ,ナーセミナーじゃないですか。セミナーの言葉って何なんですかねちょっとセミナーで調べていい。セミナー意味。セミナー意味。セミナー意味、えー。大学の教育方法の一つ。先生の指導のもとに学生が集まって共同研究講習。一般に研究講習会。ゼミナーあると思う一般に研究講習会。 これ使えるじゃないですか。セミナーとは一般に研究講習会とも言えるらしいんですよ。講習会やってるじゃないですか。<laughs> ここの定義には、えー、その、10人いないといけないですよ、100人いないといけないですよ、1000人いないといけないですよって誰人書いてないですね。書いてある、まあこのすみません、今僕が調べたあの言葉で言うならば、なんだろうな、あの、その、学生が集まって共同研究っていう。 っていうところが一つあるんだけどもなんだもう一つのくくりとしてはあの研究講習会ですよねうんだからなんか、うん、セミナーイコール人が集まって10人20人30人50人100人いないといけません100人いないとセミナーって行っちゃいけないですよっていう定義づけはないと思うんですけどいかがですか、はい、だからまあでもラッキーなことにセミナーっていうのは なんすかあのそういう先入観がみんなありますので <laughs>、それを使えばいいんじゃないかなと思いますけどね。だから僕はね、0、まああのー、人セミナー何回やったかな。まあ、実際、地方だと集客全然できなくて、0人何回かやったんですよ。多分ゼ0人セミナーはね、5、6回はやりましたね。0人セミナー、5、6回、地方だし。佐賀と、佐賀来なかったですね。佐賀、佐賀と滋賀。あ、滋賀はいたか。 佐賀と、佐賀と大分と宮崎と、お、お、あ、まあ、そこら辺ですね。あと、えっと、島根か。島根とか、あいなかったですね。だから5軒ぐらいいなかったですね。全国でいろいろやってますけど、ゼロ人セミナーやりました。でも映像販売してますんで、関係ないですけど。うん。いってらっしゃい。